ミネリュータ。警戒の最高勝率であり、イケメン、人気ナンバーワン。アパレルショップも展開しており、テレビでも紹介されたり、グランプリ覇者、ゲームばかすな。と、ボートをする人なら知らぬ人はいないという選手を例に話をしていきたいと思います。こんにちは、競艇兄弟のトシです。今回は人気による影響の話です。特にミネ選手に関しては、過剰な人気により、質の低下も激しいので、ここを理解して船券の攻略に役立ててもらうと嬉しいです。まずはなぜこんなにもミネ選手が人気があるのか、個人の意見も含めて話をさせてもらいます。はじめに私はミネ選手のファンでした。そしてアンチまで行きませんが、少し距離を置きたい時期があり、今はマスコット的な存在として見ています。推しが人気が出すぎて逆に引いちゃうみたいな状況でしょうか。当初から実力はあり、一生懸命走る姿がなんか応援したくなる選手です。後ろから追いつけなくても追いかける走りが魅力です。2018年の8月、千鳥の大悟さんの4角のミネはミネなんよと発言をしたことで知名度が上がり、その年にグランプリで初優勝、泣き虫王子を全国に轟かせた瞬間です。そこからは運も実力も遊び、アパレルでも結果が出て、 SG でも注目の的になりました。人気も右肩上がりで、2年後に2度目のグランプリに輝き、人気は絶頂を迎えます。ちょうど1年後、事件が起きました。2021年のグランプリ、皆さんも記憶に残っているのではないでしょうか。1番、2番、4番、5番、3番、6番、まもなくスタート。1秒、今スタートしてきました。さあ、コースタートはインコースから1号艇、あとは4号艇、5号艇、3号艇ですが、1マーク、まずは逃げる4号艇、ウリュウ選手の完璧なまくりに飛びつき、ターンマークに衝突、後続艇も転覆し、42億円の売り上げのうち41億円の返還になる歴史的な大事故になりました。ほとんどが払い戻しで、券売機に全員のように並ぶことになりました。後方では大クラッシュとなっていまして、2艇だけが走っています。今年の大一番、なん前年には何も言われなかったゲーム配信でしたが、第一候補も普通に配信していたため叩かれ始め、ゲームの大会を開催し、ボートの予想屋に協賛金をいただき大炎上。4ヶ月の出場停止、 G1 や SG にも出場できずに、さすがに再起不能と思ったら、次のグランプリには出場していたのはさすがとしか言えません。ボート界を引っ張るのはやはりミネということだと思います。という長い話でしたが、ぐいっと話を戻して、人気とオッズの話に入りたいと思います。2020年1月の1日から2024年2月22日のデータで集計をしています。まずは、ミネ選手の2連対のデータを見てください。一着率がこちらです。わかりやすく四捨五入をして話をしていますが、注目すべきは2、3、4コースの一着率です。意外と普通の成績ではないですか。続いて2着になる確率です。2コース4コースは2着になる可能性の方が高いです。次に回収率のグラフです。回収率は1着時の数値を書いています。1号艇 77%、 2号艇 48%、 3号艇 54%、 4号艇 41%、5号艇 79%、 6号艇 75%、 2、3、4号艇の時の1着は過剰人気です。もちろんファンの応援船券なら OK ですが、勝ちたいなら2、3着を選びましょう。ミネ選手は特に分かりやすいですが、オッズには人気による歪みができます。これは船券攻略の鍵になります。人気とオッズを用いた船券攻略の考え。1、人気がなくて勝つ選手を探す。2、人気が出る前の選手を探す。3、人気が偏るレースを探す。人気がなくて勝つ選手なら、若い選手や経験が浅い選手が挙げられます。 SG なら出場したての選手は、宮野原幸喜選手、貞松優希選手、末永和也選手などが挙げられます。 G1 だとさらに若い選手になって、畑田太一選手、沢田直也選手、大沢風紀選手などになってくるでしょう。人気が出る前の選手といえば、それは新人選手です。
新人選手についてはまた最新のものを作りますので後日お伝えさせてもらいます。次に人気が偏るレースです。1企画レース、2準優先など内側が強いレース。企画レースと調べるとマクールなどに記載があります。例えば丸亀でもありますが、一番わかりやすい進入固定でガチガチのレースについて話をします。1号艇が A1 級、2号艇、4号艇が A 級のレースでは、1、2、4、1、4、2、1番、2番人気は毎回これになっています。2年分の集計データがこちらです。的中を見ると1、2、3、1、2、4、1、4、2の3点だけで 40% を占めているのがわかります。しかし的中率で見ていくと、2着が3号艇の1、3、2、1、3、5、136が高いようです。的中率も考えると132は使えそうな範囲です。 100% 超えをずっと買えば永遠に勝てるのか。答えは三角です。2年間でこのレースは323日行われたので、100日かけたとして32,300円となります。そのうち的中したのは20回、平均配当は1669円でした。1669×20回で 33,380円となり、計算をすると回収率が 103.3% になります。しかし2年間300レースにかけ続けて1000円しか勝たないということにもなりますね。逆に的中が1回少なく19回だったら負けということになります。いえいえ、考え方が違います。 100% を超える高い回収率でボートができるということです。次は準優勝戦など内側が強いレースについてです。内側が人気するレースで外側を買う。最後の話の結果はこれです。一般戦の予選のデータでいくと、全国の平均は1号艇で 52.9% です。それに比べ準優勝戦では1号艇の勝率は 75% です。次に外枠の5、6コースの3連対率は合わせて 44% あります。5、6号艇が絡む時を見極めれば配当を得るチャンスが。というのも机上の空論なので難しそうですが、また挑戦してみます。ボートをしていると頭が固くなり、1から2差し、2差し5のような当たるだけで回収率が低い船券を買いたくなります。1から234、234ならその中で4点程度、1から56を絡めても8点程度にしないと利益を出すのは難しそうです。この条件を3回に1度当てると計算上利益が出てきます。ぜひ的中の精度を上げていい船券ライフを送りましょう。ご視聴ありがとうございました。少しでも楽しめたらグッドボタンよろしくお願いします。インカラ買えばマシで、外を買ったらガチガチで、そうボートレースってそんなもんさ、兄弟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 勝ちそうに